皆さんこんにちは、渡辺です。今日はスタッフの米原さんで、長さがミディアムぐらいの長さなんですけど、それの、ダウンアレンジ、結婚式とかで使えるアレンジをちょっとご紹介しようと思います。で、結構リクエストがあったので、それに沿って今日は作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。で、前髪がある感じで、作って、これでヘッドアクセつけても大丈夫なんですけど、このままでも、使えるアレンジなんで、よかったら試してみてください。では始めていきます。はい、ではまず表面の部分をこうやって少しだけ取って、ちょっとコテで軽く動きつけます。毛先とかはそんなに今は巻かなくていいんですけど、まず表面の部分を、この辺の動きだったりとか、この頭の形を良くするために後頭部動き出しやすいようにちょっとコテで、この後ろの部分だけで最初はいいかなと思うので、まず巻いてます。で、余裕があるんだったらもう毛先まで最初に巻いちゃっても全然大丈夫なんですけど、とりあえずここだけ巻いて、で次ちょっとソルティール、ワックスですかね、こういうやつをちょっと全体的にまずつけます。少しだけこうウェットっぽい感じの質感になるんで、こうアレンジした時にこうパサつきだったりとか、そういうのがちょっとなくなる感じですね。こんな感じでつけます。で、最初にもう本当に結構簡単にやっちゃうので、後ろの部分、ごめんね、こっちのサイドのこの耳のところから前はちょっと残しといてもらって、はい、後ろの部分をまず結んじゃいます。で、こう前からこう髪の毛が見えたいっていう人はちょっとやや斜め気味にやってもらってもいいと思うんですけど、普通に後ろでいいよっていう方は真後ろでゴムで結びます。こんな感じで、で、まず最初にここの部分だけちょっとだけ出しておきます。後からでもちょっと出すんですけど、少しだけ出しといてあげると後々楽なんで、こんな感じで。で、次にこの後ろっていうか横の部分ですね、やけどしてないよね、ここね、ここコテを使うとやけどすると思うんで、ちょっと気をつけてほしいんですけど、顔周りとかちょっと、少しだけ下ろしといてあげて、で、あとのこの部分を後ろにまず持ってきます。そのまま軽くねじってもらって、このゴムの部分に巻きつけて、さらにもう一回ゴムここで結びます。ほとんど今日はもうゴムしか使わないので、結構ピンとか使うと外れやすかったりとか難しいという方多いので、ゴムだと多分外れにくいですし、結構安定して止まってくれるんで、こんな感じでまとめます。で、少しだけこの辺の部分をいつもこう崩すときはこのゴムの部分ぐらいから崩してあげると結構バランスはいいかなと思うんで、あとこう出しやすいんで、この辺からちょっと出します。こんな感じで、で、次もこっち側も顔周り下ろす部分だけ決めて、この辺はちょっとお好みで、結構出したい人は出して、もういらない人はこうやってなくしちゃっても全然いいかなと思うんで、この辺のぐらい下ろして、ごめんね、戻るね。で、またちょっとねじりながら、ここのどちらかといったら1個目のちょっと下あたりぐらいに巻きつけて、で、ゴムでもう一回絞ります。こんな感じで、で、ここも少しだけボリューム出します。
すぎる。であんまりこの辺の横を出しすぎるとちょっとバランス悪くなっちゃうので、なんかこの辺は少しずつ少しずつ出してもらって、こんな感じですね。で、ある程度またここまで来たら、ここの後ろの部分とかの多分崩れてきたりとかしてると思うんで、この辺の部分も少しだけもう一回出し直します。このぐらいの感じで、毛先の部分とかを最後に、まあこれお好きなように、結構ここら辺僕は強く巻いた方が可愛いかなと思うんで、ある程度こうカールがこのぐらいつくようにちょっと巻いていきます。でワックスとかちょっと多少ついてる方がなんかまとまりが出て結構いいかなと。であんまりこうみずみずしいワックスだとなんかジューって結構言ったりするんで、ちょっとなるべくこうちょっとドライっぽいというか、あんまりみずみずしくならないやつ、少しこれちょっとウェットっぽい質感なんですけど、でもそんなになんかベタつきが出ないワックスなんで、このぐらいだと全然使えるかなと。それ動きつけて、で最後に顔周り、この辺もちょっともうお好みで。であんまりこう顔周りとかをこうグリングリンに巻きすぎると少しちょっと昔っぽい感じの質感になるんで、なるべくカールちょっと弱めとかワンカールぐらいで、この辺ぐらいのカールをつけといていただいて、で最後に前髪をスタイリングします。で、マジックカーラーとか自分でやるときはやった方がいいかなと思うんですけど、まあ、時間ないときはまあコテだったりとかアイロンをちょっと軽くだけ動きつけるために入れます。でもあんまりこのアイロンっていうかコテでやるのはちょっとおすすめできないんで、結構やけどしちゃうから。でこの部分とかちょっとこの辺とかボリューム欲しいなっていう人は少し出してあげるといいかなと思います。でもまあ最近あんまり出しすぎてもちょっとバランスおかしいかなと思うんで、ちょっと前から見えるぐらいでいいと思います。こう頭がペタンコになっているように見えないぐらいの感じで、でどっち行こう、こう回ろうかな。でこの辺とかにヘッドアクセつけても全然可愛いですし、別にそのままでも全然大丈夫かなと思うんで、で本当になんかこう花嫁さんとかだったらここ結構グリグリに巻いちゃってもいいかなと思います。まあ普通に結婚式に出られるぐらいとかだったらもう本当にこのぐらいでいいかなと思うんですけど、結構ねグリグリに巻いちゃうとなんか華やかになりすぎるんで、今回ちょっと抑えめでやってます。だからこう主役の方とかだったらもうグリグリに巻いて、こうこの辺とかにこうお花とかいっぱいつけてあげても可愛いかなと思うんで、こんな感じです、横から見た感じと。はい、すごい簡単に、ゴムと、ごめんねこっち見ようかな、ゴムと、なんやコテだけで、結構作るアレンジなんで、そんなに難しくないと思います。で、まあ、花嫁さんとかだったら結構ヘッドアクセとか、まあ、そういうのつけた方がいいし、まあ、普通に出席するだけだったらこれぐらいでも全然できるかなと思うんで、まあ、よかったらお家で皆さん自分でやってみてくださいね。はい、では今日は米原さんでお送りしました。またよろしくお願いします。さよなら。